編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。受験生版タイガーファンディング出演証明書、平岡泰介殿、確たる自分を持って生きていきましょう。頑張ってください。ありがとうございます。視野を広げて他人の人生ではなく自分の人生を生きてください。人生は一度きりです。ありがとうございます。まずは自分がプラスの状態になって、でそこから周りの人をプラスの状態で、プラスの状態に周りの人ができるようにしてください。ありがとうございます。平岡さん、あなたは優しすぎるって。もっと自分が幸せになってください。応援してます。お疲れ様でした。 ありがとうございます。はい、平岡さん、徳はこうならず必ず隣あり、正しい方向を自分で考えて進んでください。ありがとうございます。はい、はい、受験生版タイガーファンディング田中学園トークです。今回は帝京大学医学部へ入学し、労働者の味方の精神科医になりたいというプランでいらっしゃった平岡泰介さん、38歳の方の回でした。長いことやりましたね。70分。長いですね。長いね。長かった。疲れたね。はい。もう終わるかと思うと補正さんが喋る。それが2回か3回だね。いやいやいや、今回いいですよ。伸びます。いや、疲れてるやん。めっちゃ疲れてる。で、二日酔いを戻ってきました。一本目で聞いたのに。そうそう。お二人で裏取りましたけど、なんか新しい発見とかありました？面白いですよ。ああいう考えの人なんだなっていう感じですね。はい、自分で自分のことキングに似てるかも。そう言ってましたよ。キングに似てる。これワンチャンリベンジ版も。モテさんどうして？目をねつぶって喋るんですよ。ああ。こんなつぶって喋るんですよ。あと目がねちょっとこうやってこうやって。いや面白い人だな。面白いですね。そう。わけあげでしたよね。わけあげですね。めちゃくちゃ。はい。まあ楽しかったもんね。こう入ってきたのも。でもめっちゃ楽しかったですよね。そう、全然喧嘩にならないですね。はい。まあこういう人なんだなっていう。いや、多分周りの環境が良くないだけですよね、多分ね。そんな回が当たっちゃったモネさん、どうでした？ちょっと、まあ怖かったですね。なんか、次何出すんやろ。たまんから。わざわざちょっと長かったじゃないですか。はい。包丁かね、なんか出てくる。ワンチャン、最初の僕、まんまやったから。いや、まず刺されて。それはこのままです。はい。投げ。で、衣装が出てきた時はどう思ったの？何出してんの？脅し道具なんかなみたいな。やっぱりこう、そう思っちゃいますし、自己犠牲がすごい方やなっていうので、こういう方っているんやなっていう、こう、勉強になりましたけど。伊沢さんどう？いやー、モネちゃんと同じような感想ですね。なんか自己犠牲というか、本当、なんか周りの幸せファーストっていう人で、結局自分が不幸せになっちゃうタイプの人ですよね、彼は。だからもっともっと自分のところに目を向けて、生きやすい環境で生きてほしいなと思いますね。まあでも途中で木下先生が優しすぎる人がうつ病になりやすいって言ったのが僕結構そうだと思ってて、僕の周りもそうなんですよ。本当に僕は絶対ならないね。ならないよ。結構優しいっすよ。そうそう、優しいっすよ。優しいっすよ。いやー、でもなんか本当に受験生版って心の弱い持った子が多いんだけど、多い、ね、これなぜなんですか、多い、ね、カウンセリングルームみたいになってます。そう、そんな感じですね。そしてまた細井先生がビタッとこう打ち抜くね。いやすごいよね。カウンセリング料くれよって。そしたら保険診療内でお願いしますよ。お前、翔さんも言ってたんですけど、はい、こんなに人生でうつ病の人に会う機会ってないよねっていう。ないですね。なんで、もう2年以上でやらせていただいて、はい、毎月僕は2本ぐらい出せていただいてんですけど、はい、まあ、少なくとも1人、ないしは2人なんで。そうだよね。はい、でいつもね、細井先生のカウンセリングを勉強させていただいて。言ってること同じだけどな、毎回。今日の平岡さん、どうでした？いや、僕は、まあ、もちろんいろいろね、自己犠牲がどうってあるんですけど、やっぱり、ピュアに会社に依存しすぎっていうことなんだと思います。で、最後の方にできた100社以上受けて全部落ちてやって今の会社っていうところで、結局会社に依存して会社が大前提だから多分視野が狭くなって、なんか医学部とかなんか他のいろんなよくわかんない方に行ったり気持ちを病んじゃったりするんじゃないかなと思いましたね。うん、会社辞めた方がいいと思いますね。え、そこは僕は小橋さんと同意見でしたね。勇気を持って会社辞めた方がいいよね、彼は。そんな気がしてならないんだけど、細井さんいかがですか？まあ言いましたけど、失敗体験のフルコンボなんで、まあ、どっかでこう上向きの波が来てくれればいいんじゃないかなと思いますけどね。今
まあやっぱりあんだけそのいろいろその100社落ちてる面接取ったらさすが俺も落ち込むと思うんですよね。さすがにタイミングがね、コンボでどんどん上数かかってっちゃってる感じじゃないですかね。僕と多分そうそう木下さんは今全然今なんか4人葬式みたいになってるから、うん、めっちゃ面白かったですよね。結構盛り上がりましたよ。結構面白いこと言うんですよ。めっちゃ面白いですよ。だからね、そうなんですよ。最初から結構元気あったじゃないですか。人とは違って変わってるけど、面接やっぱ100落ちるんだ。まあ、落ちるよね。だって、俺さっきキング2って名前つけましたけど、まあ、キングも絶対多分戦車受けて、戦車落ちますから。キング落ちますよね。キング2ですから。でもまあ、普通に受け答えはできるし、100社落ちたっていうのもちょっとあんま信じられないですけど。だから挙動がちょっとね。挙動がちょっとね、やっぱりね。挙動はちょっと。年齢で言うと僕の4公演で、就職氷河期ど真ん中、ビーマンとかの時。運もちょっとなかった部分あると思うんですよね。一橋出たからっつって、はい、採用って話ではないのかな、やっぱり。当時は東大とかでも就職員いましたから、ね。まあ、だから今、上場企業だからね、やっぱりなかなかあれなんですよね、その、やめれない。ね、十数年前のそれが彼のトラウマになってる可能性はあるんですよね。うん、あでも、本当にやめてくれそうでしたか。あれ、やめますね。うん、学部ではやめますね。絶対やめるでしょうね。うん、あ、そうですか。別の道を考えるでしょうね。彼は頭いいんで、割と、思いました。でも、すごいですよね、この70分ぐらいで、すごい意思決定ができたっていうのは、彼は努力だと思いますよね。あ、そうだと思いますよ。普通に言ってることは多分理解してて、多分皆さんが言ってたこと、すべてが刺さってたって言ってましたよね。すべて刺さってるって言ってましたよ。全部合ってるって言ってましたよ。自分の中に、まあ、複数の人格じゃないですけど、膝が何個かあって、それに各方面で刺さるみたいな。誰も今日間違ったことをね、言ったっていう感じしなかったですけどね。しなかったですね。まあ、気持ちはいなかったです。首なんでしたっけ？いや、2枚ですからね。あ、あと2枚だったのが、今日、割といいこと言ったんですよ。言いましたね、1枚。2枚。ワンアップしました。今度ね、僕らがクリスマスのぼっちライブやるんですけど、すごい素敵なプレゼントを今日送ったんで。こうしてます。今日はネクタイもしてきたし、ね、いやまあでも平岡さんね、やめてくれたならよかった。もう38だから今から第二の人生歩んでほしいよね。なんかそれがもしこのダイヤファンディングがそのきっかけになったんだとしたら、やった甲斐がありますよね、はい、というね、ちょっと大変な甲斐でしたけども、細井さん曰くこれ伸びるぞっていうことなんで楽しみですね。伸びてくれると思うんだけどな、やっぱね。伸びるためにやってるわけじゃないよ、僕らは。はい、いいよね、はい、人生大きく変わるってすごいいいと思うんですよね、はい、うん、本当にいろんな方が来ますが、はい、また3本目に臨んでいきます。はい、ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。